それゆけライバルサイダーライバルシつまり、うん、同じ猫科だからいい？あ、何が？なんか揚げ物の匂いしねえか？コロッケとかそういう匂いが。お前コロッケ持ってるじゃねえだろうな。何を言うかと思えば、我々は今から命を懸けた対決をするのだぞ。コロッケなど持っているはずが。その盾の後ろに隠してんじゃねえか。しつこい男よ、言いがかりはよせ。見ろ、前ではないか。ちょっとその盾貸してみろ。あ、いや、その 1, 2, 3 2。なんだこの2に入ってたのは。トカチコロッケです。トカチコロッケと串カツです。入ってたな。はい。3人は何が入ってんだ。タオルと携帯と、あと湿布薬と絆創膏。1には。ああ、そこはアジトの鍵が。お前の盾はトートバッグか。ああ、宅配便です。かやこ。はい。何かしら、あ、野沢菜よ、きっと野沢菜。バンプさんが通販で頼むって言ってたから、ついでにうちのも注文してもらったの。うん、ご苦労様。違った、あんたによ。あ、俺？何これ。お、バトルスーツじゃん。クリーム色ね、イメチェン。これ俺のじゃねえよ、後輩の鳥取戦士サキューンのだよ。なんであんたのところに。あいつ新しいの作ったのか。ええ。ああ、間違えたんだろう、業者が。多分業者。あ、業者っていうか、なんていうか、ヒーローリストであいつ俺の次だからな。天体戦士と鳥取戦士。へえ。名前の方もサンレッドとサーキュンで、どっちもサだから紛らわしいんだよ。前も俺のブーツがあいつんとこ届いたことがあったしよ。あ、じゃあすぐ送ってあげなさいよ。ん、何よ。ちょっと着てみっかな。はぁ、やめなさいよ、人のものでしょ。あいつも俺も L だから着れるだろ。え、バトルスーツって SML 表示なの。ほら、ぴったり。っていうか軽っ。すっげえ動きやすいじゃん、あいつのバトルスーツ。砂の中でも動きやすくできてるとは言ってたけどよ。あいつ砂の戦士だからな。お、オーバーメットまで入ってるよ。お、若干緩いけどかぶれるわ。もう脱いだら新品なんでしょ。あ、いいこと思いついた。この格好でバンプからかいに行こう。うわ、デビルテンテク。見事な破壊力だ、ゴタよ。次のサンレッド抹殺作戦、お前に託そう。ギョーギャー。黒サイムの怪人ども。何？貴様、何者？お前たちは俺が倒す。鳥取戦士サキューン参上。鳥取戦士サキューンは言わずと知れた鳥取の戦士である。砂の戦士である彼は大地の力を味方に悪を打つのだ。鳥取？な、なぜ鳥取の戦士が神奈川に。そう、サキューンジャン。面白い、サンレッド抹殺の前の小手調べだ。やってしまえ、サキューンダメル。デビル天敵だ。やっべ、ヘルメットがずれた。ブラックドリーム。わっ、んじゃこりゃ。ほうほうほう、よし、今だ。一気に畳みかけ残った。やっべ、黙って借りてるのにすぐ現ねえと。え、なに、なに、逃げたのかな。さあ、まったくバカなんだから。あいつの調子づきやがって。
でもよかったわ。今の洗剤がすげえのか、あいつの炭がすごくねえのかわかんねえけど、汚れは完全に落ちたな。オッケーオッケー、アイロンかけたらわかんねえわかんねえ。おい、もし砂金の野郎がなんか言ってきたらよ、お前も口裏合わせてくれよ。知らねえって。いやよ。正義の味方のくせに私に嘘つけっていうの。いや、あんた一人で処理してよね。私もし聞かれたら本当のこと喋るから。わかったよ。その代わりあいつの電話に出るなよ絶対。いや本当、レッドさんにも見せてあげたかったですよ、私たちの真の実力を。お前たちの真の実力なら嫌ってほどわかってるけどな。サキュンはかなりの実力者でしたけど、私たちの敵ではありませんでしたよ。ね、あと一歩で確実に抹殺できましたよね。まあね。あ、もしかして最初のデビルテンタクルって当たってたんじゃないですかね。あ、俺もそれは思った。はいはい、だからブラックドリームも避けきれなかったんですよ。当たってねえっつーの。肩の骨でも砕けたんじゃね。ヘルメットがずれただけだよ。いやーでもサキュンってよかったよね、ヒーローらしいヒーローで武器使ってくれたし、攻撃避けるのに派手なアクションだったし。私ああいう戦いを求めてたの。あれだよ、私たちってああいう戦いなら強いんだよ。そうですよね、完全逃げましたからねヒーローが。でもなんか勢いついた感じしません？ぶっちゃけどっち癖ついたかも。次のレッドさんとの対決が楽しみになったね。覚悟してくださいよレッドさん。ただいま。あ、かよこさん。あら、バンプさんいらっしゃい。野沢菜持ってきたよ。え？別々に頼むと送料が倍かかるでしょ。だからうちにまとめて送ってもらったの。さすがバンプさん。この間の連休どっか行きました？うん、東京湾。東京湾すか。ん？あ、コタさん、あれあれ。お、おい、サキュンくん。あ、何、久しぶりじゃん、元気？何してんの？まだ帰ってなかったんだ、鳥取に。お、どうしたの、黙っちゃって。まずい連中に会っちゃったなってか。まだやられていなかった？何？あれ、悔しくて帰れなかったの？わけわからんこと言うてるとタコ流れにすんぞ、こら。何なんて言ったの今。タコにかけてタコ殴り、うまいこと言っちゃって。逃げたくせに。やれるもんならやってみろよ。あれしよ、タコ。悪いな、サキュン、わざわざ来てもらってよ。いえ、俺も久々にレッド先輩の顔が見たかったんで。ほら、これバトルスーツ。すんません、あの業者ほんといい加減っすよね。あ、そういや、さっき見た目も中身もタコな変な怪人が因縁つけてきやがったんですよ。ああ、たまにいるんだよ、身の程知らずなバカが。ほっとけ、ほっとけ。適当に締めときましたけどね。大変っすね、あんなのまで相手しなきゃいけないなんて。まあ、いやかもな。アニョハセヨ、バンプ将軍のサット一品の時間だよ。今回紹介するのは韓国風卵かけご飯。普通の卵かけご飯とはまた違った風味でおすすめだよ。じゃあ早速材料の紹介。まずはご飯を茶碗一杯、それに生卵、あとはごま油、海苔、醤油、これだけ。それじゃあ早速お料理。まず温かいご飯のてっぺんにお箸でちょこっとへこみを作っておきます。こうしておくと卵をこぼさずに上手にのせられるよ。次にご飯にさっとごま油を垂らして、その上に小さくちぎった海苔を散らします。散らす海苔の量はお好みで。次に卵を黄身と白身に分けちゃいます。卵を手のひらの上で転がすようにすれば、ほら、綺麗に黄身だけ取り分けられるよ。レッツチャレンジ。ご飯に卵の黄身を乗せて、最後にさっと醤油をひと振りして、あっという間に出来上がり。韓国風卵かけご飯、よくかき混ぜて召し上がれ。
醤油の代わりにすき焼きのタレを使っても味に深みが出て美味しいよ。ちょっと小腹が空いた時なんかに手軽に作れていいですね。残った卵の白身はインスタントのわかめスープにでも入れて食べちゃって、残しちゃもったいないからね。